はい、顔の横に持ってきていただいてもいいですか。いきます。出来のほどはご自身では、もう本当にの今まで出させてもらった本の中で、あ、こんなこと言うのもあれなんですけども、一番本当になんか関わって、ね、たくさん関わった本ですし、なんか私の1年間の思いが全部詰まった本なので、もう本当に自信を持ってぜひ読んでほしいなと思います。今まで一番ってことは、いや、そうそう、一番って言ったらまたあれなんですけど、なんだろうな、あのまた違った意味で、私自身もあのこう今後の人生においても宝物になる一冊が出来上がったなと思います。なんかどうでした。私はあの割とつわりがほとんどあのなくって、うん、ちょっとなんか何か食べてないと気持ち悪いなっていうのもあったんですけど、それ以外はなくて、あのご飯の匂いとか嗅いだらなんか気分が悪くなるっていう方が多いじゃないですか。ちょっと試してみたんですけど全然大丈夫でした。はい、男子って聞いて、あのご主人なんておっしゃってました。本当にあのなんか旦那さんは、男の子の方が心配が少ないと思ったみたいで、あの男の子って聞いてすごい喜んでましたけど、だんだんもう男の子って分かってから、やっぱりいつか胸毛とか生えて、すね毛とか生えてなんか毛むくじゃらになったら嫌だなって言って、女の子がいいとか言い出したんですけど、もう遅いしとか言ってたら、そういう会話はありました。はい、ちょっとそれ、ご主人は結構胸毛とか多い人なんですか。はい、旦那さんは胸毛はないんですけど、なんか分からないですけど、そういう想像がなんかこうあって、こんなちっちゃい赤ちゃんがいつか大人になったらそうなってしまうと思ったのがちょっと嫌だったみたいです。はい、じゃあ野球選手にするよとか話してんの。いやなんかもう、でも私に運動神経がもし似たらちょっとかわいそうなことになっちゃうから、でなんかスポーツはしてほしいですけど、なんか普通のお仕事についてほしいなとは私は思ってます。勉強も、ああそう、勉強はでもね、もう2人ともあれなんで、ちょっと期待そこについては期待してないですね。はい、いや一緒にね、シャープ入ったらあの一緒のドリルやるとか。そうですね、でもそうするしかないと思います。はい、身長何センチぐらいになります。身長は多分75センチぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、体重は9キロぐらいあって、ちょっと重ためです。ちょっとオーバーですね。ちょっとオーバーですね。そうそうそう、あの身が詰まってる感じですね。ちなみにご主人と須田さん、どっちに似てます。笑った顔は私に似てるって言われる時が多いんですけど、あの真顔、普通に笑ってない時は本当に主人に似てます。うわ睨んでるとか思ってちょっとやめてよとかなるぐらい本当にそっくりですね。旦那さんが家にいる時は、お風呂は旦那さんに入れてもらっていて、でもおむつ替えとかも、おしっこだったらするんですけど、うんちだったらしないんですよ旦那さん。なんかそういうところに多少不満がありますけど、でもはい、仲良くはやってます。ちなみにタイトルは、はい、これスザンさん自分で発案。あ、そうですね。あ、でも一応こう、もうこの本を出すってなった時から、もうこうなったらママさんのしかないだろうという、そうみんなの意見です。はい。別に星ちゃんみたいな、これで名前改名ないですよね。あ、そうですよね。もうないんですけど、一応この本に限ってはもうママザンヌで行こうということで、はい、そうなりました。